DAW レッスン堀田です。鈴木です。キューベスショートティップス、今回はトランスポーズ胃腸についてのことをお話ししたいと思っております。はい、トランスポーズ、まあ、キーをずらすってことですね、まあ、よく使う機能ですよね。はい、そうです。曲作っていくうちで、はい、まあ、いろいろそのちょっとずらしてみようかなって考えたりとか、まあ、ちょっと試算していくときにいちいちこう、うん、マウスでポチポチ上げていくのって大変なので、あ、データとして、そうです、そうです、ざっくり見てどうするのは、まあ、めんどくさいですね、めんどくさいですよね、一個ずつ上げていくのって、まあ、はいはいはい、マウスでポチポチやっていけばいいんですけど、まあ、一気に変える方法があるよっていうところがまず一つで、変え方なんですが、胃腸って、まあ、上に出ているところのボタンを上げていってあげると半音ずつ上がっていきます。もうそれだけだ。プロジェクト全体、トラック全体の音が、トラックに対してですね、あ、選択したトラックだけ胃腸できるよ。そうです、そうです。お、はいはい、まあ、例えば、まあ、今ローズになってるんですけど、ベースでもよかれば、はいはいはい、ベースでちょっと上げてみようとかっていうふうに思った時に、うんうん、まあ、2にすることってきっとないと思うので、まあ、そうだね、いきなりそんなことにすることはないけど、うん、音源によってその音域が違ったりするときに便利ですよね。そうですね、あのレイヤーさせたいときとかに、うんうんうん、サブベース1オクターブ下で鳴らしたいなってときに、うん、これでやっちゃった方が楽ですね。そうですね、胃腸のところでずらしてあげるとまずできるよってところが一つ、はい、トラック1個単位に対して、うん、胃腸をするよっていう話だったんですけれども、はい、全体、はい、全体で胃腸したいプロジェクト全体を、そうです、はい、で時は、またやり方がちょっと変わってきます。はい、胃腸トラックっていうのを使うと、それができるようになります。胃腸トラックを追加っていうボタンを押します。はい、はい、すると、胃腸トラックが出てくるんですけれども、鉛筆マークにしてあげて、まあ、書いてあげると全体、今0って書いてるんですけれども、はいはいはい、これをまた上げていくことで半音ずつ上がっていくことになります。要はマーカーみたいな感覚で、そうです、使えるってことですよね。アレンジャートラックと併用するといいのかもしれません。はいはいはい。でこの時に注意しなきゃいけないことがあって、はい、今全体が上がるということは、はい、ドラムも上がるということになってしまいます。はい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 、このままだと、ドラム上がってわけわかんなくなるので、うんうんうん、スネアの位置とか変わっちゃうんで、まあ、ここの今クリックしてあげることでデータが出てくるんですけど、はい、プロジェクトの長っていうやつを追従なのか独立なのかっていうふうにここで変えることができます。はい、なので、ここを独立ってことにしてあげると連動しなくなる。そうです、長が変わらない、うん、なので全体のものを上げることができます。はい、でちなみにこれ今ミディだけじゃなくて、胃腸トラックでやると全体の波形自体のものも今変わります。オーディオも、オーディオも変わってきます。トランスポーズされると、はい、なのでまあ分かりやすくというか、まあ普段こんなことしないんですけど、切ってあげることで切ったところからまたその違う、そうです、胃腸の仕方を変えることができます。はい、はいはいはい、っていうのが、まあ、ポイントですか、ね。ちなみに、はい、プラスマイナスいくつまでいけるんですか？プラスマイナスは 24までいきます、ね。2オクターブ。はい。というわけで、今回はトランスポーズのお話でした。はい。あれですよね、ループ系の音楽やりたいときとかも、そうですね。便利ですよね。この機能を使ってあげると、はい、オリジナルのループ素材を、うん、に音程をつけながら、うん、そうですね。できるということだと思いますので、はい、はい。そういう活用方法っていうのも、いいのかな？うん、そうですね、うん。ぜひお試しいただければと思っております。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。